テーマた境は大韓民国ウルサン広域市出身のサッカー選手。韓国代表。ポジションはミッドフィールダー。2011年景気大学校より京都産が FC へ加入。1年目からボランチとしてレギュラーを獲得する。2012年はロンドン五輪韓国代表にも招集され、ブラジル戦に出場。2013年1月9日、ジュビロ岩田へ。 期限付き遺跡。同年限りで期間満了により岩田を退団。2014年からはビッセル神戸へ完全遺跡。2014年12月、神戸での活躍が認められ韓国代表の AFC アジアカップ2015のトレーニングキャンプメンバーに招集され、韓国代表に初招集された。2015年シーズンはネルシーニョ監督の指名により、 神戸市場初の外国籍キャプテンを務めた。2016年から重慶力保 FC へ完全移籍。2017年12月16日、アフイマイナス1サッカー選手権2017の日本戦で直接 FK を決めて代表初得点を記録し大会連覇に貢献した。2018年よりビッセル神戸に完全移籍、3年ぶりの復帰となった。 三年契約で総額28億ウォンで年俸1億1000万円となる。2018年6月28日、カタールスターズリーグのアルサットに移籍すると、アルサットより報じられた。その他の公式戦。ありがとうございます。